はい、どうもお茶わさびです。今回もオーバーウォッチの方の実況プレイやっていきたいと思います。で、今回なんですが、やってる？お、やってる。よし、今回はですね、ちょっと趣向を変えまして、こちらやっていきます。ウィークリーバトルですね。ウィークリーバトルはですね、多分運営さんブリザードさんの方から、毎週毎週何かお題に沿ったようなキャラクターを使ったりとか、そういう感じで多分やってるんだと思います。で、このウィークリーバトルの特徴、アーケードか、そう、アーケードなんですよね、これ。で、アーケードの特徴としては、あのスキルの使用の、なんていうんだろう、スキルのなんだ、何、回復時間、スキルを使った後の回復時間、なんて言って、リキャストタイムだ、そう、リキャストタイムが結構短い。4分の3だったかな。うん、確か4分の3マイナスだったかな。だから、実質4分の1のリキャストタイムで、あの、スキルがバンバン使えるという感じでございます。その中で、この島田ブラザーズですね、昨日ちょっとやって、お、面白いなと思いまして、じゃあやろうと。はい。ということでやっていきます。この島田ブラザーの特徴としては、使えるキャラが半蔵か源氏、どちらかです。で、どちらもですね、星さんの結構扱い方が難しいキャラクターでございまして。うん。俺としてはね、半蔵をちょっと使って、源氏使って、あ、源氏の方がまだいいなって思いました。はい。半蔵はね、花村に移動します。ちょっと難しかったですね。そう、あとステージがこの花村、日本の花村に固定でございます。一気に輪を押し出していきます。間もなく突入します。よし、行くぞ。さあ、果たして源氏が何人になるのか。4人。お、1人ね。1人でも半蔵と違うからな。おお、最悪5人で竜神の剣を食らえっつって切りにかかるのかな。このゲームはね、そうだな、多分あの必殺技使えば半蔵の方が強い。捨てても、 よろしく頼む。承知した。よろしく頼む。いいだろ、共に世界を支配できた己を移すか。それは兄者の夢。じゃあ半蔵じゃないや、源氏の使い方としてしましては、まず L1 でズバッと切りにかかります。で、R1 をしますと、この状態になりました。この状態の間に打たれますと、この破壊しといって敵に、相手に弾を返します。だからディーバのディフェンスマトリックスの上位互換ですね。跳ね返した弾は全部敵にダメージ与えますんで、はい。で、あとはそうだね、2段ジャンプができる。あとは源氏は、で、あと投げ方にもですね、これと拡散するバージョンがあります。以上です。やっていきましょう。目標 A を確保してください。よっよっ、ちょっとね、来るか。よし、あ、ダメか、この破壊しか。よいしょ。おお、いっぱい源氏がいる。どこだ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 、敵は、敵どこだ。あう、倒せ。あ、ダメか、ダメか。お、衣装変わってる人もいますね。敵の方が強かったか。そう、これ本来リキャストタイム、確か L1 は8秒ぐらいだったかな、あるはずなんですけど、あう、よいしょ、あいたー。もっと絡もうぜ。あれ、てかいないのか、
っと半蔵やる？半蔵やる？半蔵やっちゃう？臆するな、進め。死にはちょっと半蔵の使い方は分かってないんだけど。長押ししてチャージすると、ああはい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 。目標を掌握するぞ。遅れるな。よいしょ。これ貯めて。なんよくわかんないな。よいしょ。え、どういうことこれ。抜けてっちゃうよ、抜けてっちゃってる。あいたー。ちょっと待って、半蔵よくわかんねえな。ただ半蔵がいないと動かねえんだよな、この。待って、ちょっと待って、よしよしよし、半蔵来てきた。あ、これでやるのか、なるほどね。オーケーオーケー、ちょっと理解しましたよ。いや、これ作品難しいな、指の扱いが。言えるぞ。よっ。目標を掌握するぞ。遅れるな。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って、それ、目標を制圧するぞ。よいしょ。見えるぞ。目標を制圧。よいしょ。目標を制圧するぞ。いいんじゃない。目標 A。 よーし、 OK OK。 目標 B に向かってください。来るか。よいしょ。よいしょ。さて、ちょっと無言なっちゃったけど、どうしますかね。源氏は裏取りもできるんだけど。拙者の輩は逃げられる。よいしょ。危ない危ない。とりあえず索敵だ。見える。ヌーン。見える。あ、そっか、あとヌーン。よいしょ。よいしょ。よいしょ。通路塞ぐか、これで。よいしょ。危ない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 でしょ、危ないでしょ。サクサクサク。とりあえず、いや、おおおおおおお、いい感じ、いい感じ、下がってる、下がってる。オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。まだ決してはおらぬ。そう、源氏はね、ダッシュっていうか、なんだろう、なんかズバッと前進するやつで切れるんだよね。よいしょ。あ、ここ登れないのか、不便。よいしょ。じゃあまずは索敵からかな。よいしょ。ミストも見える。オーケー。よいしょ。身を隠しても無駄だ。よいしょ。よいしょ。これぞ妙義。よいしょ。すでにこのくらっとけ。竜よ、目を貸せ。よいしょ。よっと、これで邪魔をするしかないな。よいしょ。目を開く。
よっ、オーケー、刺さった。早く制圧しに行ってくれ。痛いですよ。あ、痛い痛い。よいしょ。まだいる？いない？なら。どうだこれで。いけるか。倒せない。あ、ダメか。お、お、ナイス。やったぜ。いけけ。よいしょ。すごい地味な動画だけどね、頑張ってるから許して。龍が目を開く。頑張ってるから許して。あ、でもここに回復あんじゃん、もらおう。傷は癒えた。よっ、ほら、水とも見える。そーらよ。いや、楽しいな、反動。目標はいただく。ミスト、見える。向こうか。よっ。ぬーん。ダメか。よいしょ。おー、狙われてる狙われてる。ミストも見える。逃げ場はない。危ない。ほっ、刺さったけど。残り60秒。誰かどうにかしてくれ、頼む。ナイス、いいぞいいぞ。竜よ、目を貸せ。目標を制圧する。裏取りかな。よいしょ。竜が目を開く。竜が目を開く。残り30秒。よし、よっ、痛い痛い、あぶないあぶない。よっ、ダメか。あー、くそ。頼む、誰か倒してくれ。こんな地味な絵面で申し訳ないけど、ハンドって多分こうやって攻めるんだよね、多分。ここだ、中か。オーバータイム入るかな。よし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 、頑張れハンド、走るんだ。頑張れ半蔵、みんなのためだ。援護するぞ。目を貸せ。ダメか、はい、あ、誰か倒しちゃった、誰か倒しちゃった。ダメか。あー、ダメだったな。プレイオブザゲーム。敵かなこれ。あ、味方か。え、味方？いや、味方じゃないね。防衛って書いてあるから違うな。え、違う。味方の半蔵はもう一人の半蔵、そこにいたの。よいしょ。はい、という感じですね。結構地味な絵面ではございますが、かなり個人的に面白いです。ね、ショートドラマ、うん、YouTube の公式で上がってるショートドラマにもですね、もう源氏と半蔵のなんというかストーリーが載ってまして、まあ、それ見るとね、さらに面白みが増すんじゃないかと。個人的にあれ、そんなに離脱しちゃう？
タントマン出てくる。もしこれで20秒ぐらい待っても出なかったら、普通にクイックプレイでやりたいと思います。お、来ないんでキャンセルと。はい、じゃあやっていきましょう。クイックプレイ、今回のクイックプレイはですね、まさかのあの人使っていきたいと思います。でももう16分収録か。今の戦い結構長かったな。あんなにバカスカスキルと使えると結構面白いけど。ルート66、もうここで何度やったことか。最近思うんだけどさ、ハリウッドとか全然行かないよねこれね。で、今回使うのはこれです。しねしねおじさん。まもなく突入します。あれ、よいしょ。しねしねおじさん使っていきます。だからさ、そんなに攻撃だって意味ないでしょ。おう、いや、ゼニアットでええやん。それでいいじゃん、ゼニアットで。それともルシオに変えてくるか。おタンク系た、あー、まあ、うん。失踪が見えず、よろしく。楽しかった。よう、あの、オン知らず、何を見ている。何を見ている。やめて、何を見ているっつってハーハー言わないで。静かに。ロードホックが完全に変態じゃねえか。ほんの少しだけでも。ですね、とりあえずまずリーパーさんはですね、ショットガンですこれで、 L1 でなんか無敵になります。ふわふわって。ただ、 L1 をしてる間、 L1 の方が続いてる間は攻撃ができません。で、あと R1 はテレポートでございます。で、あと敵倒すとソウルっていうのが落ちてるんですよ、必ず。で、その時、そのソウルが落ちてる状態で L1 を押すと体力回復するんだと思います。さて、どうするかな。突入開始。どうする。レイロードを応援してください。わしが鍛え直してやろう。よいしょ。影から光、前方に敵のトラップだ。よいしょ。あー、ダメか。半蔵か、半蔵か。もう今のは悪くなかったと思うから、あんな感じでテレポートで強襲してって感じですね。そこから改良を、なんだって。よいしょ。ダメか。痛い。あざっす。あ、痛い。痛い。よいしょ。裏取りましょうかね。いやー、また凍らせてくるか。いや、でも裏の方に今人員集中したから少し進んだろ、ペイロード。あ、そこじゃない。ちょっと待って。移動する。しょぼい、非常にしょぼい。それはでも、あ、そうだ、この人のアルティメットはですね、まあ、当然のことながら、よいしょ、よし、オッケー。あざす。あ、あれじゃなくてもいけ。アップ。よいしょ。痛い。強えな。
どうするかな。あのアルティメットチャージしまして、シネシネダンスを踊りたいと思います。よいしょ。あら、早くペイロードを動かすんだ。影から光、影から光、俺の目から逃げる。あ、いたたた、いたたた、危ない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 っすよ、危ないっすよ、危ないっすよ。いって、いや、今危ない危ない。今ね、ちょっとシネシネダンスしようかなって思ったけど、モルテンコアは、モルテンコアでいいのかな、はちょっと使ってたらちょっと危ないからね。誰も死なせない。よし、じゃあ行きますよ。よいしょ。ほっ、あ、ダメ、ダメか、ダメか、死なねえよ、じいさん死なねえよ。結局なんかターレット1個壊すにとどまったんだ。まだ上を満たされていない。お、いい感じに。よいしょ。危ない、超危ない。シネシネさん、ここでまずいですね。よいしょ。大丈夫、大丈夫。前方に敵のタレットだ。残り60秒。あ、いただだだだだ。よいしょ。危ない危ない。どんだけいるんだよ、怖いぐらいにいらない。今3人。いや、でもこれギリギリ押せるんじゃないか。任務再開、残り30秒。移動する。 OK OK。 危ない危ない危ないですよ。あ、いたたたたたた、あー危ない、助けて助けて、ありがとう。レオリュー、ありがとう。よいしょ。影から光、もっと裏から行くか。敵のタレットがある。あ、いただだ、この距離ちょっと難しいな。いたいたいた。敵のタレットじゃ、このポンカツめ。これは早い。よいしょ。前方に敵のタレットだ。いやー、ダメか。ナイス、危ない。移動する。いやー、またメイカ。ほっ危ない危ない。いたいたいた、ちょっと待って、ちょっと危ない危ない危ない。これか、後ろ下がるのか、これが理由か。いたいた。おら、オーケーオーケー、あぶない。オーケーオーケー。おら、くらっとけよ。よし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 、ペイロード何分か運べた。あぶない危ない。よいしょ。影から光。ん、こっちにもいないな。ついてきな。上にいるのか。ペイロードを護衛する。
オッケー。ちょっとそこにいるなら裏取りしましょう。あぶ、怖い怖い怖い。あー、ゴリラがすごい近づいてる。マジか。ゴリラなかなか辛いな。上から攻めるか。あっ、ちょっとその位置ずれ辛いよ。オーケーオーケー。俺の目から逃げることはできる。お、勝った。おお、大して活躍しなかったけど勝ったぜ。ありがとう。全然活躍しませんでしたね今回ね。これシネシネおじさんの活躍の仕方じゃないと思うんだけど。最初のジャンクラってやつかな。あ、やっぱ最初のやつだ。これはこれはな、狙ってるだろう。おお、じゃあマーシーに入れよう。はい、こんな感じですね。今回絵面的にはすごい微妙でしたが、個人的には楽しい試合でございました。お、よーし、レベル上がった。あれ、デスブロッサムキム、キル1だけだったのか。マジか、残念だな。はい、じゃあ終わりましょうか。終われるよね。ちょっとね、ちょっと終わりたいんだよな。終わりたいんだが、どうしよう。ちょっと続けるか。動画的には続けますが、これを動画にするかどうかは知りません。はい、まあ、試合には勝ちましたが微妙な結果の多分カットしてます。じゃあトレジャーボックス開けていきましょう。さあ、お、ルシオのカラーか。スキン？なんだこれ。アウディティーバ。へー、あれか、全身の色が違うやつか。で、あとはスプレーとマイクか。流れること水のごとく。なるほど。はい、今回じゃあこんな感じで終わりたいと思います。そう、最後にちょっと個人的にね、リーパーに対して思ってることがあって、リーパーのさ、あのショットガンのさ、発射速度ってさ、すごいどうでもいいことだけどさ、カービィのエアライドの大砲と同じじゃない？分かる人いるかな。あのカービィのエアライドのシティトライアルの時に使う大砲と、なんかタイミングが、発射のタイミングが同じ気がする。はい、それだけです。それだけです。はい、それじゃあここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もできれば見てください。それでは。